今日は小生のゼミナール第4回目で国民新党の亀井静香先生をお呼びしました。私と亀井先生はたった2つの点で意見が異なるだけです。核武装は反対、それから死刑は反対というのが亀井先生のお立場で、私は両方とも賛成ということでありますが、他は大概意見が一致しているというふうに少なくとも小生は思っております。今日はその国民新党が国会で、ぜひともキャスティングボートをしっかりと握り続けて、ご奮闘くださるよう私と秋山先生とで励ましたいという趣旨であります。よろしく。亀井先生ね、亀井先生、僕の記憶では昔日本新党ができてた、改革政権ができていた15、6年前ですかね、小沢氏がその当時は、支給派を打てって言って、はい、僕ね、古いものを打てっていうのは変な話だなと、古き良きものを守るのがね、はい、本当の方針なのにな、ととんちきな話だなと思ってた、はい、それからさらに何ですか、8、9年経ったら今度から小泉さなる人物が出てきて、今度は何て言いましたっけ、抵抗派を打てしてね、僕は正しきもののために抵抗するのは正しいことだけども、変なことを言う自民党だなと思って、そうこうしてるうちにね、亀井さん、あの平沼さんもそうですけど、おおよそ正しいことを言い続けて、いつの間にやら平成21年間、どうやら圧倒的少数派に追い込まれてしまったという、どうですか。まあ不満やる方ないっていうのも、うん、あれで悟った境地でありましょうけれども、いや全然悟ったなんて境地ありません。そうですか。私は今ね、ある意味ルンルン気分でね、うん、やってますよ。もうね、もう政治家としてもうある意味で最後の決着をつけると、うん、もうしかもね、こんなこと言っちゃおかしいですけどね、うん、もうちゃんとね、私は別に特定の宗教を信じてるわけじゃありませんけどね、うん、やっぱり神様がね、やっぱ見てるなって感じがしますよ。だってあれでしょう、小泉さんがね、アメリカのコピーで、やったらいかん弱肉強食のね、そうですよね、そうした政治をやってきたら、うん、その政治がアメリカをはじめ世界から完璧に否定されちゃったでしょ。本当にそうですよね。特に本家本元のね、アメリカでね、ああいう劇的な形で否定されて、66% の白人社会がね、黒人大統領を選ぶようなクラシックな形で否定しちゃったわけですよね。あの小泉、ちょっとごめんなさい、小泉改革の時にね、こんなあの郵政のね、350兆円の国民のね、なんて貯蓄をこんな解放しちゃったら、アメリカのハゲタカファンドにね、あれだと狙われて、ある意味で収奪されること、必要だということを断固として言ってた、もうトップバッターは亀井さんだったんですよね。はい、大概それがそうだったし、ついでにハゲタカ自身がね、本当に今度自分自身でね、ぶっ倒れてる、うん、そしたらね、亀井の言ってることは正しかったって新聞記事があちこち出るかと思ったら、さっぱり出ませんね。それ出ませんよ、今のマスコミ共犯ですから。そうですよね、今の世界の潮流は、だからそうしたネオコンを否定して、うん、日本でいうと小泉政治を否定する方向に、うん、アメリカを先頭に、フランスもイギリスも世界中が全部そっちに回ってでしょ、そういうまさにね、我々が、もう私も7、8年前から、声を大してにして、こうやるべきでだと言ってることを今後ね、世界がやろうとしてるわけですよ。そういう時に私が政治家として、日本ももう今簡単に言いますと、世界の一周遅れを走ってきた日本でしょ。そうですね。それがね、一周遅れからね、一挙にオバマの前に出る最大のチャンスが生まれてるわけ。そうですね。でしょ。だってね、オバマ大統領はね、73兆円の財政出動もやって、経済の立て直しをやるぎたって金がないんですよ。そうですね。もう一番もありませんよ、あるのはもう借金だけ、ね、こうしたオバマさんが金がなくて何やろう、何やろう、そこのとこなんですね。これはね、これは、はい、中国と日本の買い値に頼るしかないんです。そうか、そこは心配してる。ヨーロッパなんても、はい、
水浸しでしょ、はい、アメリカの国内ね政府債券発行したって消化するもん誰もいないでしょ、日本だけ今も日本はね200兆以上のね金をアメリカに、はい、貸してますよ、それで日本の場合はまだまだこんな小泉さんが日本にしましたけれども、日本人が勤勉に働いてね、世界一のねやっぱしね、そういう意味でお金持ちの国なんですよ、その金をね、だから私はここでどうせ虫取られるんだからオバマさんから、虫取られる前にね、あの日本が前に出て、私はだから小沢さんに言ってさ、あんたはねもう人相も悪いし性格も悪いけどもねあんたしかいないと、あなたが一緒に、ね、オバマの前に出て、東京集まれと、ね、オバマ集まれ、サルコジ集まれ、世界の首脳集まれ、日本がこの100兆円のファンド用意する、どうせ取られるからなんだ、取られる前に、そして世界経済をちゃんと、それはね秋山先生ね、世界の経済を立て直しをしないで日本だけバタバタしたってどうにもならないんですよ、だから世界の経済を立て直しをしながら国内を内需を拡大することを思い切ったことをやらせる、これがね小沢政権の使命ですよ、それをね今国民新党が主導でやる立場なんですよ、ね、今の民主党、この間もね私は小沢さんやね鳩山関連に言ったんだけどね、あんたたちの党のね政策関係であの責任持ってる連中というのはね、うちは政策協議もやってるけど噛み合わないっちゅう、なるほど、小泉政治をやったと同じような市場原理、市場主義で ねとにかく、あのアメリカの方ばっか向いたね、そんな政策を言ってる連中ばっかしてね、だったらね政権を取ったとだってねうちと噛み合わないよ、だったらもう政権はね、あんたたちがね260取ろうと270取ろうと、それをね参議院は解散できないんだ、そうすると一挙に政権は瓦解するよと、だからそういう連中私入れ替えるっつって、入れ替えてもう時代のこう新しい潮流、世界が歩み始めてるその潮流にあった国民新党が前から言ってるそういう政策に合わせた政策をね民主党時代がねやっていかないとねダメなんだっていうことをね、でも亀井先生ね、僕が知る限りその民主党側にねもう十数年も前から構造改革、アメリカ流構造改革の旗を振ったのは自分たちのね返す返すも罪深い間違いであったと、認める気配はみじんもなく、自民党側もねあの小泉改革ねその後追って、実はあの小沢改革は実は俺たちが自民党を潰しててもやってやると言ったあの小泉改革こそがね、自民党はともかく日本社会をですね途端の苦しみに放り込みつつあるんだという反省の弁もみじんも聞こえてきませんね。つまり亀井先生がおっしゃってることをおそらくみんな内心で分かっていながら思いだって言わないですね。結局ね、今の民主党をね簡単に言いますとね、反小泉だったら理由簡単ですよ、自分たちが言ってるような改革と称するものね、使用原理主義のね政策をもっとスピーディーに徹底してやる、それのやり方がとにかくヘヌルイから、ね、けしからん、これが反小泉なんです。これが民主党の、我々と逆方向から小泉を批判してたんですね、ところが今言ったように世界はね、だからもうガラッと変わって、そういうものではね、国民も幸せにならないし、国家も成り立たないということになってるんだから、民主党自体がガラッと変わらないかな。先生にぜひ聞いてほしいって言うんだけど、そのオバマさんがやって73兆円ですか、今あのお金は本当にどっから持ってきたの、でね、あれを債権を国債ですか、やっぱり最終的にね、やっぱり日本が背負うんじゃないかと心配してるわけですよ。それで俺そんなこと分かんねえから、まあ、でも今日先生に会うから、違います、アメリカ国内でね消化しようとビッグスリーにまでね、逆にね政府が金出すんでしょ、またあの指定銀行はじめに、あの銀行にまで政府が金出すんですよ。そうですか、だから政府、アメリカ政府がね、そういうね国債発行したってね、国内内で引き受ける人間いないんです、ハラハラだから、そうでしょ、ヨーロッパだって同じ意味ですよ、引き受けるのは中国と日本しかいない、今も日本が引き受けてますが、それ以上に日本が今度やられちゃうんです、だから今言ったようにね、そう、さり押し付けられる前に、そうですね、日本の方が先手を打ちなさいおっしゃったことで、みんな少し見てる方安心してるんじゃないかと。皆さんね、亀井さんまたホラー浮いてると財源どうすんだと、国内でね、
これ簡単なんですよ。この間ね、読売の渡辺剛さんとね、一眼目の話をして、これね、大体あの人ね、それに賛同してくれましてね、それやれやれって言うんだけどね、例えばね、森氏の、ね、無税国債発行してた、あっという間に150兆に100兆出てきますよ、ね、1500兆ぐらいの金融資産の1割か2割すぐ出てくるんですよ、今ね、そういう金がね、あの特別会計の埋蔵金なんてことじゃなくて、国民の中に埋蔵されてるわけですよ。そうですね、え、それを西村先生も埋蔵してるかもしれませんが、だからね、それをやっぱりそれで引き出すんです、そう言うとね、よくね、それは金持ち優遇だという人多いでしょう、すぐ言うんです、それは間違いないですよね。お金持ちがね、主導してる金をそういう引っ張り出して、貧乏な人を助ける社会福祉その他に使うの、ところが今行われてる議論ってのはおかしい。消費税でしょ、マスコミ消費税消費と持てやすでしょ、消費税をちゃんと言えばちゃんとした政党だと、ね、責任政治みたいなこと言います、これはね、簡単に言いますとね、こういうことなんですよ。貧乏な人、ね、生活が苦しい人たちを社会保障で面倒を見るには金がかかる、ね、それをお金持ちが自分たちの所得税や法人税でこれ以上金を見るのは嫌だと、ね、だからこれはね、お世話になる貧乏な人たち自身が自らそのお金を作りなさい、これは消費税なんです、ね、消費っていうのは貧乏人も金持ちも大して変わりませんからね。そうですね、あの平等ですからね、だからそれが今の消費税なんです、だからこれはね、あのまさにね、今まで小泉さんがやってきたね、弱肉強食のまさにね、そのままのことを自民党は言ってるわけです、だからね、何もそんなにね、金のない人、貧乏な人からまで物を買ったら金を取るね、それを増税するということよりも、ね、もっとね、財源については今言ったようにね、指導されてるお金をね、表に出して使うということよりもね、そうでしょ、あの国がね、あの使う金がね、税金で取ろうが借金で取ろうがね、福沢諭吉にはね、色がついてるわけじゃないでしょ、それでもう国内対策もね、内需拡大含めて思い切ってこれやっていくね、で今言ったように世界経済を手こ入れする金にね、使えばいいんですよ、それで全てが良くなる。そのね、子供でもある程度分かるようなことをね、財務省の手に入れるのってね、ね、あげません、財務省は色をもっとっていずれ分かるんですよ、単年度収支を、主計局長が任期1年だからですよ、1年だったら1年だからね、まあ彼らと私は親しいんですけど、歴代ね、いろいろ議論したりしてるんだけどね、だから単年度で収支を抑えるね、バランスを取ることを考えるわけですよね、だからそれに従ってやるから景気が悪くなると収入が少なくでしょ、税収が減るとそれに合わせて支出を決めようとする、だから縮小均衡の、これは今の日本、秋山先生ね、この7年間でどうなったかと言いますとね、国は縮んだんですよ、ね、私は政調会長をやっておったね、あの森政権の末、これはね、国ですね、国民総生産はね550兆ぐらいあった、今くらいになりました、500兆そこそこな、ああそうなりましたか、国が縮んだんですよ先生、そうでしょ、ね、世界でこんな国ありませんよ、7年も経てばね、600兆以上増えないから、それがね、縮小金庫の道に小泉さんがね、竹中さん、改革改革と色を持っていずるを制す財政規律というかね、そこでやっちゃう、だからね、やってはならんことを改革改革と称して財政規律ということね、日本は二宮忖度以来ね、始末をすることが好きな国だからね、それに乗せられて年寄りはおばせまに放り込まれるでしょ、始末をする、ね、医療費までね、年寄りからもっと払えと始末をさせる、そんなことをやったけってね、どん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 始末させたってこと、じゃあね、秋山先生ね、借金が減りましたか、私は総裁選の時にね、積極財政やるやってちゃんとやらないとダメだって言ったら、加盟に任せるとね、これはね、借金が増えて日本は大変なことになると言われたりしなさったでしょ、総裁選の時に純ちゃんと逆のこと、私、今どうなりましたか、当時のいいですか、530兆の借金が今いくらになりましたか、850兆超えてるんですよ、800兆って聞いてますけども、50兆もう超えたんだから、それ530兆だったんですよ、だから借金減らすから皆さんが始末をしてくれ、痛みを分かち合ってくれと言いながらね、結果としてはね、逆になっちゃったんですよ、そういうバカげたね、人災なんですよ、人災を改革を改革、人ちゃん素敵素敵でやって苦しんだな、こんな愚かなことを残念ながら日本はやっちゃった、だから今からやるべきことはね、
国際的にきちっとやることで国内も、ね、思い切って内需を拡大するんですよ、ね、先生ちょっと途中で、はい、その内需拡大ですけどね、はい、構造改革の騒ぎの時にあの公共事業悪玉論っていうのがね、はい、広がって、はい、でその結果それで政府の経費節減でね強化、はい、で結局やったことはあの今おっしゃったように財務省がね、はい、結局金勘定でね、はい、要するにいるを図っていずれを制すで実は政府批判をやりながら結果としてはもう財務省のね一種のその官僚主義がもうがんじがらめにね確立してしまったって一つとそれからもう一つ確かに亀井さんおっしゃったようにね日本はどっちみち金踏んだくられるんだからそれぐらいなら自分からのイニシアティブでね世界はこうあってほしいそのためには自分たちは金を出して出さぬでもないっていうのも大事なことだけどもそれと同時にね日本という国家が他国から見てねあそこはまあまあ立派な国だぜっていうね例えばだけどもこのなんていうか公共施設も整ってるしね、はい、マーケットも健全に運営されてるし、ということをやんなきゃいけませんよね、ところがその公共事業もちろんね僕あの土建なんとかってことに僕はそんな賛成じゃないけどね、やっぱ今日本人がこう欲してるこれ以上欲しいものがあるとしたらほとんど公共財絡みですよね多分そうですよ、それとね、医療だ学校だもうなん環境だなんだってやつねそのためにどうしたって政府がある程度乗り出す少なくとも官民協調でやらないと内需拡大っていきませんよね、先生おっしゃるように国民生活にとってね日本はね地震が起きる、はい、台風が起きる、ね、そうですね、そういうねライフラインをちゃんと整備することを含めて ねやるべきことをちゃんとやらねえか、それをね公共事業と言ったらね、もう全部悪いってことでダメでしょ、だからそういうものもねやっぱり必要なライフラインがちゃんと整備をしていく、私が言うと例えばですよ公共事業だってね地方のね電線、私は政調会長大変の時にやりやすいみたいなんですけど電線を地中化しろと、ああ、ね、そういうですね、それでね光ケーブルを含めその埋没システムだ、地震に強くなるでしょ、で世田谷とかのあたりの奥だってねこれ、ま、道を広げれたってね立ち退きできませんよ、電柱をね地中埋めるだけでねもっと太くなるでしょ、これを日本中やるんですよ、これはね竹中だとかね、大林はああいうゼネコンの仕事じゃない、ちっちゃな建設業者がそれやっていけばいいんでしょ、太陽光発電、ソーラーシステムもね、これはねオバマも今度やるっていう、今もアメリカやってますよ、でっかくねカロリーにはありますよその太陽光発電、はいはいはい、日本の場合ね蓄電技術は世界一なんですよ、あ、そうですか、だからね、これをね思い切ってね民間だけでやれてたもんでしょ、だから政府が本当金を出して、未来へのエネルギー、それと同時にもう一つやらなきゃいかんのはねもう心をずたずたにされたでしょ個人改革でね、もうみんながね助け合いながら生きていくというのは日本の社会の伝統だと、それを競争、伝統がもう本当に、ですからあの例えばあの郵政問題でも、もうおじいちゃんおばあちゃんがもうオートバイのね郵便局のオートバイが来ることが楽しみにして生きてて、人間の日本の人のいいこれってあのやっぱり情の細かい繊細な情があってあと僕は思うんですよ、怠けないですけど、でそれがねあまりにもずたずたになっちゃって、本当にねあの郵政問題っていうのはね、私はちっちゃい郵政省の今言う本省にいましたから、はい、特にもう田舎行くとね困っちゃうんだよね、はい、まあ、オートバイの時ってね、それ自体が福祉みたいになってて、コミュニケーションが全部ズタズタですからね。今のね自民党の中でなかなか表立っては言わないでしょうけども、はい、亀井先生とね似たような見解の持ち主っていうのは隠れた形で案外多いんでしょ、いや多いん、ただ度胸がねえから困る、度胸がね表立って言えないんですよね、だけどね私はこの間からね大和こと加藤言ってんだけどね、度胸がなければね何を考えたらダメだね、そうですね、最後は度胸です、どんなにいいことを考えたらそれを断固として実行するというね、度胸がない政治家はねこれ意味がないですね、だからそういう意味ではね今みんなが本当に勇気を出してね、やるべきことをやらないかんさ、このね経済はねこのねいろいろありますけどね、ここまでねこう改革通してね、もう競争でしょね、今の会社経営なんて昔の日本型経営と逆やってるでしょ、従業員とか下請けも道具として使ってるわけでしょ、昔の経営者はこんなことやりました、
景気が悪くなったから今みたいにバンバン解雇してますか、うん、昔はしないです。僕ね、僕先生それでね、今の経団連の何だっけ、見たらしさん、ちょっと良くないなと思うのは、その派遣切りをね、わーってやるときにね、記者会見で苦渋の選択とかつって、それで素通りしちゃうんですよ。でもね、あれはあれでしょ、経営者陣がね、この世界経済、日本経済の半年先1年先を読むのに失敗したってことですよね。しかも自動車で言えば3割の売れ残りですよ。それは経営者としてね、失格ですよね。だから派遣労働者の首切ることも経営上必要かもしれないけど、同時にね、やっぱり自分たちのそういう巨大な失敗に責任取って、だって御自ら自分たちの首を切るぐらいでないとね、いけないのに平気ですね、今の経営者陣ってね。それはね、今まで食べた内部留保をね、こういう時に下請け孫請けのため、うん、従業のために出す、何も会社というのはね、あの株主やね、経営者のためだけあるんじゃないですね、従業員下請け社会的存在ですよ、あの会社なんていうのは、かつての日本はそういうことでね、あのとにかく従業員下請け孫請けね、地域社会一体の中で自分たちの会社が責任を果たしながら経営をしていくというのが日本型で、それでね、あげますね、それまずいんならね、いかんですかね。だって20年前はそれ世界一になったじゃないですか、そういう日本型経営で日本がアメリカを超えてね、世界一にまでなったんでしょう。もっと自信を持ってください。でも考えてみて先生、そういうふうな悪しきね、風習を突如としてもたらした、なんていうか元凶は自民党かもしれないね。つまりね、自民党で長い間幹事長をしていた人が、名前言わないけどさ、はい、自民党を潰せと言い始めるね、それから自民党のね、まあ、別に押せじゃなくて、押しも押されもせぬ重鎮であった亀井先生を出ていけというっていうね、そういうね、やっぱり何十年というね、同じ組織でやっぱりその心残をなめた、お互いに検討し合った者たちがね、何もさ、いつまでも同じだってことは要求しないけども、やっぱりそれなりのそこには経験とね、なんかいろんなもの蓄積されてるわけですからね、それを一朝一夕にね、首切れとかやめろとかさ、あれを潰せとか、先生はね、だけどね、私は本当自分の言ってたのね、私は今も何の後悔もありません、正しく、それで良かったと思って。だってそうでしょ、うん、ね、あんなね、日本をめちゃくちゃにしたね、もう自民党、はい、今ナンパ戦ですよ、ね、こんなものにね、私が今ね50名の派閥を率いて今の自民党に立って何もできませんよ、うん、今外に出て小さいトルデでもね、国民新党渡辺さんが気づいたでしょ、でもう今から白攻めやるわけですよ、うん、ね、それであの日本をね仕返していけるというね、今私は最悪立場におるわけですから、だからよくね、亀井さん自民党にもって、何をね、もう負けていて滅びていくような自民党に、なんで私は思うの、ね、そうじゃなくて、私は小沢さんにも言うんだけど、今度の選挙で負けた自民党でもね、何でも中にちゃんとした人物がおればね、それも登用してね、で在野の人もね登用して、まさに挙国中国一致内閣を作らないとね、民主党だけでね、あの政権運営をやって無理だよね、それをやるんですよ。そうしてね、もうここで先ほどオバマの前に出るね、大胆な世界政策、大胆な我が国を豊かにしていくね、物心ともですよ、そういう政策をね断行していくということをやれるチャンスがもう目の前ですから。先生のお気持ちはよくわかるけども、やっぱり結局ね、こういう政治のね混迷というか、停滞を招いたのは、やっぱり選挙民なんですよね、新聞テレビだけども、そんなものを、ね、読んだり、あれで聞いたりして、その通り従っているね、この1億2600万人のね、要するにあれですよ、巻き場で草をはんでるね、羊の群れというふうに、かつて哲学者ニーチェが言いましたがね、この羊の群れにね、狼になれとは言わないけど、せめてね、なんていうか、あのワンワン吠える犬ぐらいになってもらわないと、ちょっとこの国土はあれですね、本当はもう亀井さんにね、稚内から那覇に至るまでね、この国民どもにもってバカ野郎バカ野郎って言ってもらいたいけど、まあそうはいかないのが誠に残念。私がね、それに近いこと言ってそうですか、身の程も考えない自分のことも棚に上げて言ってるんですけどね、まあね、ここはもうとにかく乗るか反るかですが、おかげさまでね、もうそういう状況になってきましたね、ここで失敗すれば
もう日本は永遠におしまいですね。それじゃあそういうことで時間が来たっていうので、はい、秋山さん2人だけで一本締めで彼を励ましてよーい、はい、よーい、さあ、はい、今日は亀井先生の元気なお声を聞いて少し安心いたしました。次の回は富岡光一郎さん、文芸評論家をお呼びしまして、言葉の力、オバマ演説がすごい言葉の力を持っていると日本のマスメディア言っているようですが、小生それを読んでいましたら、まことに貧弱な言葉で、そもそも日本人の言語感覚が狂っているのではなかろうかということをオバマ演説を題材にしてやりたいと思います。よろしくお願いします。